僕のこの前骨折って入院したのが、先月の7日なんですよ。今日6日じゃないですか。明日で丸々1月になるんですよね。まあちょっとずつは、よくはなってきてるかなと。先月の今日5月6日まではこんなことになるとはまた夢にも思ってなかったんですけど、今日もね、普通に買い物、スーパー買い物行って、杖をこう、もちろん外はちょっと杖つかないときは無理なんですけど、歩いてきたらマンションでね、よく会うおじさんが、僕が入院後、退院後初めて、会ったんですよ。どうしたの？大変だねって言うから、骨折っちゃったんですよ、みたいな話をして、なんで？みたいな。で、いや、転んで、みたいな。大腿骨、粉砕骨折。それ大変だね。なんか鉄でも入ってんの？それ取れるの？みたいな。いろいろ聞かれて、あ、取れないです。もう取らないんですよ。と。痛いんですよね。みたいな話をして、みたいな。骨折ネタっていうのは話のネタにはなるなっていうふうにちょっと最近思ってますよね。近所との会話は増えるなっていうね。もうそもそものね、まあ、ネタを提供してるなって感じがあるので。まあ、それは別にいいことかなと思ってるんですが。そうですね。それで、その7日、先月の7日に僕は骨を折って、その夜に入院したっていうことになるんですけど、骨を折った当日ですかね、は、絶望感しかなかったですね。僕はもう本当に普通の生活に戻れるのかという怖さしかなかったですけど。まあ、実際今戻りつつはあるんですが、まあ、骨折、入院、手術、退院。で、今リハビリってやって、まあ、怒涛の1ヶ月が過ぎ去って、じゃあ1ヶ月経って今どうなのかっていう話をぶっちゃけ言うと、とにかく痛いですね。折れたところの、折れたところがはもう痛くはないんだけど、傷ですね。もう手術の傷が痛くてしょうがないですね。なんで痛いのかなっていうふうにちょっと自分なりに思ってみたんですよ。歩くっていうことを大前提にしてるんですよね、今ね。日常生活に戻るために一番大事なのってやっぱ歩くことだと思うんですよ。二足歩行って本当に、今回骨折って初めて思いましたけど、あんまり考えたことなかったですけど、人類っていうのは奇跡の生き物なんだなっていう。あんなバランスで立ってるわけですよ、垂直に。地面に対して。普通は動物って四つ足じゃないですか。それは理にかなってますよね。でも人間ってね、なんかは知んないけど、二つ足でこう、立つわけですよ。まあ、それは手を使いたいっていうね、一つのね、進化の過程でそうなったんでしょうけど、あの二本の足でね、細い足で縦長に立ってるっていうのは、もう奇跡でしかないなというふうに僕は骨折って思ってるんですよ。なかなかね、一旦骨折ってしまうと、垂直に立つってすげえ難しかったんですよ。で、じゃあどうやって垂直に立てるのかなって考えた時にバランスなんですよね。筋肉のこう、移動の仕方。バランス感覚とかね、人間っていうのは立って歩くっていうことなんですよ。だから今は力も入るようになってきてるんで、普通にね、立って、家の中は杖なしで普通にスタスタ歩いてるし、外は杖ありで歩いてるんですが、一番重要視ってのはバランスなんですよ。バランスを崩さないように歩くんですよ。まあ、それを体に染み込ませてるのがリハビリの一つになってるんですけど、それを一日中やるじゃないですか。寝るときにものすごく足が疲れてるんですよね。手術の後の周辺が熱持ってるんですよ。それが痛いんですよね。入院してたときはすごい熱持ってたんで、それをアイス飲んで毎晩冷やしたんですよ。で、ものすごくパンパンに腫れてたんで、それを冷やしてっていうのがあったんですけど、退院する頃には足の腫れもすっかり引いちゃってて、まあ今も右足に比べると、まあ多少は腫れてますけど、でもその時に比べると全然、ね、腫れも減ったんで、アイス飲んで冷やすことがなくなったんですけど、でもやっぱり触ると熱持ってるんですよ。なんか痛いなと思って触ると、あ、ちょっとあったかいな、みたいな。で、シャワーなんかでこう、冷やしたりとか、刺激を与えたりとかするんですけどね、朝とかね。なので、ちょっとね、まだ痛い。1ヶ月経って。で、特にうちのワンコがね、まあ入院しててから寂しがったのが、退院してからべったりなんですよ。で、僕は今、寝起きをするために、ベッドで、一人ベッドで寝起きするんですけど、ワンコがベッドに来たがるんですよ。でね、僕は痛み止めの薬を飲んで寝たいんですよ。でもワンコはべったりして寝ようとするから、僕が端の方に追いやられるんですよ。で、まあ寝相とか、治ってきてるんで、前は足を、まあ要は寝返りも打てなかったんですよ。足がそのまま真っ直ぐにして、ちょっとでもずれようものなら痛いって目が覚めた。今それがなくなったんで、いろんな格好に寝返りを打てるんです。逆に、
それでワンコを避けながら寝てるので足が変な形になったりするんですよ。でそれで朝方目が覚めると足痛いなっていう感じ。本来は薬を飲んでまっすぐ足を伸ばして寝ると朝の目覚め的に足はちゃんと快適に目が覚めて朝から快適に動けるなって感じなんですけど、今ワンコと一緒に寝るがためにワンコを避けながら寝て足がこう曲がったりとかくにょくにょっていう形で目が覚めるとうわ足痛と思って見ると曲がった形で僕は寝てるというなんかそんな感じなので、ワンコが可愛すぎるっていうのは一つの難点として僕の1ヶ月経った、まあ、回復はしてきてるから足は自由に動かせるようになってるんだけど、でも実際朝夜寝る時から朝方にかけて足の痛みはまだ痛いと。この痛みが治るまでは自由に行動はできないなと。 YouTube も今こうやって、ね、バンバンやってるんですけど、自分の中に痛みがあるんですよ。ちょっとやっぱ痛いから、痛いとどうしてもね考えとか発想とかが及ばないですよね。ちょっとやっぱ疲れるんで、ちょっとベッドで少し休もうかなっていう風に今もやっぱなるんですよ。例えば今日ビアルっていうんですか、ビール飲んだんですけど昼間ね、ほんとちょっとだけアルコール入ってるビアリー飲んで、ちょっとだけのビアリーだと眠くなるんですよ。今ほとんどアルコールを取ってないので、ついついワンコと一緒にまた昼間1時間ぐらいベッドで横になって寝ちゃったりとか、1ヶ月経ってもうまだ痛みがある分だけ疲れが溜まるので、そうですね、本調子ではないところが本音ですかね。休み休みやらないとっていうところですかね。でもまあ6月中にはだいぶ回復すると思います。こっち見ないの、こっち見ないのあんたね、こっち見ないの、こっち見ないのか、グリエグリエおい、これあなんかほらやっぱ歩き方変だろ。ここ座んの、座んの、ここどこすんの、どこすんの、どこすんの、ここ座んの、ほれここ座んの、いやほれここ座んのか、ここ座んのか、